生涯を知識の探求に捧げてきた中で、ある謎が私を引きつけてきた。この世界はいかにして今に至ったのか。いにしえのものは千年前に滅び、すべての生命は死に絶えたはず。この娘がその謎を解く鍵となった。すべては己の運命を知らぬこの異端児により明かされたのだ。娘を通じ、私は生命が科学技術の奇跡によって救われたことを知った。その名はゼロドーン。9つの副次機能からなるテラフォーミングシステム。荒れ果てた地球を作り直し、不毛な大地を蘇らせた。そしてこの環境を守りし、それこそが機械。この娘にも驚くべき事実が隠されていた。その出生の秘密。彼女はゼロドーンの生みの親、エリザベト・ソベックのクローンであり、新たな絶滅を阻止するために生まれた。発信源不明の謎の信号により、邪悪な AI ハデスが目覚めたことで世界が危機に瀕した。私の助力もあり、メリディアンでハデスとの戦いに勝利した彼女は、全人類の救世主となる。何かと役に立つ彼女ではあったが、別々の道を歩むことにした。彼女が世界の修復に明け暮れている間、私はある発見をする。それがもたらすものは破滅と絶好の好機。滅びる。苦しむ人々もそのうち飢えてしまう。全てはテラフォーミングシステムの暴走が原因。止められるのはあなたの遺伝子を持つ私だけ。いずれ取り返しのつかない事態になり、最後には絶滅。私はもう何ヶ月も探し回っている。システムを司るあなたの子ガイアのバックアップを。でも手がかりはつかめても結局見つからない。そして毎晩同じ夢を見る。私は鮮やかな夜空の下、花畑を歩く。その花畑の中心で、エリザベト、あなたが私を待っている。あなたは千年前に亡くなっているけど、私にとっては母親も同然。その瞬間、私は満たされる。
でも所詮は夢。最後はいつも一人。エリザベト、あなたが残したこの世界を失うわけにはいかない。ようやくたどり着いたこの谷が私に残された最後の希望。何としてもバックアップを手に入れる。ドアル。これはこれは、メリディアンの救世主で天命の使者様。そう呼ばれるのは嫌なこと知ってるだろう。まあ、ハデスを倒した夜にいきなり消えちまったお前への罰ってやつだ。異端児として育ったから祝宴は肌に合わなくてな。でもお前のための祝宴だった。そうだろ。でここで何を。大事なようだから抜け出したんだろ。古の遺跡で何かの発掘か、それとも腐食に関係した何かなのか。ああそうだ、両方に関係してる。でも一人で。待てって、はるばるお前を追ってきたんだ。アーロイ、お前には家族も部族も世話になった。だから今度は俺が助ける番だ。俺はついてくぞ。断ろうったって無駄。わかった。ただし私と一緒に来るなら同じものを見てもらわないと。フォーカスか。あの千里眼を使うとはな。データのバックアップ用に後でもう一つ渡す。データ？装置の中の情報だ。そうか、そこからか。まあ進みながら説明するよ。いつもこんなの見てたのか。子供の時からな。さあほら、行くぞ。ホモサピエンス、そう我々、これまで冒険家そして開拓者としてあらゆる限界を超えてきました。そして未来への次の一歩を踏み出さんとするファーゼニスは、あの宇宙船オデッセイをよみがえらせたのです。政府が軌道上に捨てたオデッセイを我々であれば10年もかからず完成させられる。それだけではありません。完成した暁にはオデッセイは船員たちを人類未踏の地へ送り届けることでしょう。シリウス星系、その地で人類初のコロニーを築き上げるのです。到着には300年かかるかもしれません。ですが夜空を見上げれば
シリウスを目指す船の姿が。創設者である故ピーター・ツィブンベはこう言いました。不死というものの真の形は。データ破損、再生停止。イニシエのものは空を飛べたのか。星から星へと。ああ、まあそうとも言えるな。だけどオデッセイ、あの船は惑星にはたどり着けなかった。問題が起きて爆発したんだ。エリザベトがガイアのバックアップを渡したのはコロニーのため。エラー、公開プレゼンテーションファイル破損。メンバー募集ファイル閲覧可能。再起動しますか。ああ、してくれ。他の話も聞いてみよう。世界の行く末は知っての通り、経済情勢の混乱、新たな伝染病、暴走する AI、 有力者たちを苦しめる大惨事が訪れるのも時間の問題でしょう。ですが我々ファーゼニスなら、その運命を回避できる。宇宙へと旅立つことで。今日皆様がご覧になったのは、地上からオデッセイの建設を支えるインフラ。最先端のデータセンターが迅速な技術の進歩を促し、さらには世論の動向もコントロールできるのです。ぜひ我々に投資を。共にオデッセイで旅立ちましょう。危機が迫る地球を捨て、今の生活を守るのです。世界が滅ぶことは言い当てたけど、どう滅ぶかまだ知らずか。さっき人類の未来だとかいろいろ言ってたのは何もかも真っ赤な嘘。こいつら自分たちさえ生き残ればそれでいいのか。まあでも結局それすら失敗だ。さっきの男、データセンターって言っていたな。あれだ、バックアップはあそこにあるはず。泳いでは渡れないな。なら他の道を探す。行こう。アンズ？ゼロドーン、テラフォーミングシステム。エリザベト・ソベック博士の発明。システムの中枢であるガイアは9つの副次機能を備え、非常に高度なテラフォーミングを実行できる。手に入れれば我々の大きな力となる。計画フェーズ1、プロジェクトゼロドーン内へのスパイの潜入、ステータス完了。フェーズ2、スパイが秘密裏にガイアと副次機能の完全コピーをこの施設にあるデータセンターへと送信する。うまくいけばゼロドーンのスタッフに気づかれることなく送信できるはず。リスク、この計画が明るみに出ればゼロドーンがすでに承諾済みのアポロデータベースを渡せない可能性がある。ハレスプロトコルの責任者でありスーパーハッカーであるトラビステートに決して知られないように。さらにエリザベト・ソベック博士本人にも細心の注意を払わねばならないだろう。世界随一の技術者である彼女なら不測の事態に備えて対策を打っていてもおかしくない。評価資料を添付した。以上をもってエグゼクティブサマリーとする。エリザベトはここにバックアップを送ってはいなかったのか。ファーゼニスがガイアを奪った。アロイ、あの女お前そっくりだぞ。ああ、慌てるな。似てるのには訳がある。全く同じなんだ、遺伝学的に。でも古のものなんだろ。そんなのありえない。それは私が
生まれたというより機械によって作られたから。だから母親もいないし、みんなに異端児と呼ばれてた。どういうことだ？人間を作る機械があるったのか？バックアップは手引きだってさっきそう言っただろう。それだけじゃない。ガイアって名の存在で随分長いこと世界を守ってくれていたんだ。でも自己破壊した。だから私が復活させる。私にしかできないんだ。そしてここが最後の希望。お前、母なる山で女神と話をしたって言ってたよな。それがこのガイアか？そう。でもガイアは女神なんかじゃないんだ。女神はいない。女神はいない？お前に聖なる任務を課した張本人なんだろ？時間をかけて得た答えだ。お前にもそのうちわかる。でも今はデータセンターに奪われたガイアのコピーが保管されているって分かっただろう。だからそこに向かおう。いいな。オセラも皆殺しにする機械だ。データセンターに行くのは無理そうだな。やり過ごせそうもないし、戦うのも得策じゃない。村を探してカリウドの手を借りるか。何週間もかかる。そんな暇はない。あのシャトルを落とせばなんとかなるかも。落とす？どうやって？なんとかする。待っててくれ。アロイ任せろ。ったく、行っちまった。上に登ってどうにかケーブルを外さないと。
倒さないと。まだ使うか、凍結させるか。フォーカスを使って他の手を探すのもいいな。よし、試してみるか。起動します。こんにちは。いや、エリザベト、トラビステイト。おいおい、これどういうこった？ファーゼニス様様がガイアと副次機能のコピーを盗もうとしてるってか。悪い子ちゃんだな。俺に任せときな、リズ。この冒涜者、悪魔の使い名、この全能なる俺様が貴様らに大いなる罰を与えてやろう。残念、こいつはガイアのコピーじゃねえよ、バカ。究極のロジックボムってやつさ。せいぜいデータ復旧頑張りな。いいか、このテイト様を出し抜けると思ったら大間違いってやつだよ。アロイ、女神様。女神なんていない。さっきも言っただろ。しかもこれはガイアですらなかった、偽物だったんだ。たまにひどいこと言うよな。まあでも
鉄塔から飛び降りて窪地ごと吹っ飛ばす様は爽快だったよ。危ないことはきっとこれからも起きるはず。手がかりは消えた。それでも私は進み続けないと。どんな危険が待っていても立ち止まっている暇はないんだ。だから誰も連れはいない方がいい。傷ついてほしくないから、私がやらないと。一人で。そうだ、お前協力者がいるってメリディアンで言ってたよな。サイレンス、イニシエの世界について分かったこととか、みんなが理解できないことを前はしょっちゅう話してたって。それとハデスを倒すときに使った槍もそいつがくれたんだろ。いいか、バール、あいつとはハデスと戦って以来連絡を取れていない。そうか、でもメリディアンにいるマーラドなら人探しが得意だし何か分かるかも。バール、でもほら、物は試しだ。それに懐かしい連中とも会いたいだろ。だな、まあ行ってみるか。長い旅になるぞ。いや待て、いい考えがある。